ということで、おはようございます。本日も人間をやりたいと思います。朝起きてね、恐ろしい筋肉痛に襲われています。昨日はね、パーソナル背中だったんですけども、これ明らかに昨日よりね、これ熱くなってるよね。間違いなく熱くなっています。いいっすね。とにかくね、背中はね、厚みの課題をね、克服していきたいと思います。それでやっぱ毎日コツコツやることだと思います。いきなりね、今日、明日、明後日ね、いきなり筋肉がつくわけではありません。やっぱ毎日コツコツね、やっぱ継続できる人がね、やっぱ手に入れるものだと思うので、頑張っていきたいと思います。今日もね、こうしてね、生きて無事ね、生きてね、起きることができて、そもそもね、私の日常っていうのは、当たり前のように思うかもしれないですけど、こうやって普通に生活できるっていうのはすごく幸せなことで、運がいいことです。だからね、やっぱこうやって挑戦できることにね、日々感謝してね、昨日の自分を 1% でいいから超えていくってことがね、どれほどね、素晴らしいことか、改めてね、こうやってね、日々かみしめながら今日という一日を楽しんでいきたいと思います。ということで、本日もやっていきましょう。レッツゴー、いただきます。朝飯です。今日はね、もう朝一で YouTube 動画1本投稿しました。なんかね、めっちゃ腹減っちゃって、うちでいいやと思ったけど、しっかり食べよう。ジム終わってね、これから副業をやります。昼飯、これキムチ鍋で鶏胸、卵、野菜入ってます。うまモンスター買いました。この味うまいよね。買い取りがいろいろと入りました。わざわざ持ってきていただきありがとうございます。キクラを購入していただきました。ありがとうございます。かわいいですね。今から救います。バッシャンバッシャン確定。もういただきます。ありがとうございます。ごちそうさまです。すいません、いつもありがとうございます。ごちそうさまです。あ、今ちょっと一杯やらせてください。すいません、ありがとうございます。ごちそうさまです。え、おでんも、あ、ちょうどおでんが食べたかったので、すいません、ありがとうございます。あ、めっちゃ可愛いや、ありがとうございます。あ、超可愛いですね。ありがとうございます。超可愛い。これなんて品種ですか。これでで、ああ、すみません、ありがとうございます。はい、比較品種で、はい、これが原種なんです。うわあ、すごいですね、これ。あ、いや、いいんですか。いやー、常連さんにお団子いただきました。めちゃくちゃ美味しい。疲れた体に効くね。ごちそうさまでした。いつもありがとうございます。常連のお客さんにたんまにビールとお団子いただきました。すいません、いつもありがとうございます。こんなにたくさん嬉しいです。早速今晩いただきます。はい、というわけで晩ご飯になります。常連さんにいただいたおでんをいただきたいと思います。はい、ということで、ね、
今日も素晴らしい一日でした。常連さんにビールとおでんをいただきました。すみません、いつもごちそうさまです。ありがとうございます。たまんねえな。すみません、いただきます。いきます。おでんいただきたいと思います。いただきます。うまっ。いやおでんは正義ですね。うまっ。これめっちゃうまっ。うん、卵を3つ入れたので、これでタンパク質めちゃくちゃ取れます。で、これ鶏肉に 0.5 合の白米。最高ですね。うん。うまっ。すみません、ごちそうさまでした。最高です。もうたんまにいただきます。ありがとうございます。ここから連続でおでん生活、最高ですね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。